20世紀少年やんと思わせつつ、全然違う曲から始まります。うわはははは、自分でオカマと思う方、イエー、女性陣、イエー、男性陣、イエー、俺が音取れてないな。はい、いきます。ワン、ツー、スリー、イエー。これの人は言ってますね。言ってない人全く言ってないですね。もう一回行きますよ。はい、もう一回。もっとでかく。
表しましょう。Hello baby、 必ず戻るよ、孤独の街にきっと到来している、みんながいるから。友達と呼び合う中で、いつか知らぬ間にそれ一緒のぞんでた。So you will be be my love。どうもありがとうございます。
ジャック・スパローです。 笑えよ。もう今笑わない方は笑うとこないからね。今日はですね、本当に久しぶりにこうちゃんとしたライブハウスというんですか、ステージというんですか、というところで歌わせていただいてですね、非常に緊張しております。もともと悪い癖ですね、緊張すると異常に喋り出す癖があるので、今日も多分異常に喋ると思うんですが、ブースのスタッフさん、時間が押してきたら巻き出してくださいね。多分気づかないふりをして喋ると思いますけど、でまだまだ喋りは続くんですけどね、もともと今回、雨来た回ですか、雨トーク、雨県ですね、雨県と、帰宅会の、まあ、合同ということで、中屋ブラザーズの、主催でですね、こういう会を作っていただきまして、まあ、声をかけていただいて、まあ、僕も参加させていただいてるんですけども、アメケンの方とはほとんど面識がないので、今日は、まあ、お初ということで、まあ、こんなやつなんですよ。でこんなやつをですね、引っ張ってきたのは中谷ブラザーズの弟の方なんで、アメケンの方はちょっと気分悪い思いされるかもしれませんけども、まあ、それはもう中谷ブラザーズの責任だということで、ちなみに弟の方です。中谷兄弟のね、顔色の悪い方、どっちも悪いか。だけど、いや、お兄ちゃん普通やで。ちょっとインディアンみたいな顔色の悪い方ですね。まあただ弟の不始末は兄貴の不始末ということですね。クレームのある方は全部藤お兄ちゃんの方に寄せていた。お前受け喜びすぎや。藤お兄ちゃんの方にですね、言っていただければなと思いながら、次何やるんやったかなということを思い出してますけども、次の曲はですね、なんと何がなんとか分からない、夜の海と、いう曲を、そうですね、桑名ですね、もうなんかほとんど歌舞伎の掛け声みたいになってますけどね。なんとかやーみたいな状態になってますけどね、夜の海という曲をね、まあ、ちょっと季節外れではあるんですけどね、若い頃からずっと好きで歌ってきた曲なんで、この夜と海、いや夜と海ちゃうわ。夜の海と、夜の海と、聞いて想像することは何でしょうか。スーパーひとし君にそっくりのあなた、あ、おらへんな。そらおれへんね。夜の海として、聞いて一番に想像するのは、はい、そこの豆電球にそっくりなパルモア病院生まれのあなた。お前しかおれへん。さあ何でしょう、夜の海で。クラゲ。クラゲ。しょうもないよ、ほんま。もうここど広げようがあらへん。すまへんね、ほんますまへんね。夜の海で想像するのはですね、やっぱり砂浜のエッチですよね。砂浜のエッチ、あれはいけません。あ、ごめん、中屋のとこ子供来てんねんな。あれはですね、帰ってからのパンツから砂がいっぱい出てくるんでですね、あれはいけませんね。で、夜の海と聞いて一番に連想する場所は、はい、オレンジ色のあなた。はい、あー、いいとこついてくるね。もうなんかいい質問です。後楽園ですよね、もうヤンキーが花火バカバカ上げてたあの頃ですよね。はい、まさにその通りです。僕の中で夜の海、喋りすぎかな。僕の中で夜の海っていうとやっぱり西宮のヨットハーバーなんですよね。あそこで
車にいろんな女の子を積んでいっていろんなことをした記憶。あ、嫁はん来てるわ誰か耳栓しといてくださいね。まあそんなこんなで、あの夜の海という曲を、やりたいと思います。あと夜の海というとね、あと舞妓の海岸にですね、あ、もういいわ。Yeah.